最後の曲は磯部ひばりさんの川の流れのように。知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠く来る里が見る凸凹道や曲がりくねた道、それもまた人生。ああ川の流れのように緩やかに、いくつも時代は過ぎて、そばに連れて夢探しながら、雨に降られてぬかるんだ道でも、いつかはまた晴れる日が来るから、スペシャルゲスト、スーちゃんです。ありがとう。Thank you, everybody.